それではですね、G3 のセッションを始めさせていただきたいと思います。改めましてですね、タイトル EC2 諦めない Amazon EC2 を活用したアプリ実行基盤のモダンな運用、活用したアプリ実行基盤のモダンな運用を考えるということで、アクセンチャーの岡が、発表させていただきます。こちらのページ、ディスクレーマーになっております。自己紹介の方ですね、先ほど少しさせていただいたんですけれども、アクセンチャーはですね、AWS 様とパートナーの関係に、ありまして、APN アンバサダーという、称号をいただいておりまして、たくさんいらっしゃる APN アンバサダーの一人として、AWS をですね、お客様に一人でもたくさん使っていただけるような活動を、行っております。よろしくお願いいたします。はい。それではですね、本日のアジェンダなんですけれども、冒頭ですね、私が所属しております、アクセンチャーのご紹介を簡単にさせていただいた後に、そもそもなんで、EC2 をですね、テーマに選んだのかという、動機を、共有させていただきたいと思います。で、今日のメイントピックなんですけれども、EC2 ですね、を構築とか、運用するための、たくさん、ナレッジとかですね、ベストプラクティスですとか、手法ですとか、たくさんあるんですけども、その中からですね、簡単にです、割と簡単に、導入できるですね、5つのピップスということで、絞ってですね、今日はポイントをご説明させていただければと思います。で、最後まとめという流れで、プレゼンをさせていただければと思っております。はい。まずはアクセンチャーのご紹介になります。こちらですね、アクセンチャーのご紹介になるんですけれども、アクセンチャーという会社はですね、やはりデブデイに参加されていらっしゃる、デベロッパーの皆様ですとか、エンジニアの皆様から、見られるとですね、やはりコンサルティング会社、コンサルタントというイメージが非常に強いかと思います。で、確かにですね、アクセンチャーにはコンサルタントたくさんおります。特にこの左下のですね、赤いところのストラテジー&コンサルティングなどはですね、ど真ん中の、コンサルタントがたくさんいる部署になるんですけれども、私が所属しておりますのは、この右から2番目の緑の部分ですね、このテクノロジーコンサルティング本部の一部になっております。で、この部署に所属するメンバーはですね、システムインテグレーションということでシステム開発をしましたり、AWS をはじめとしたですね、クラウドを活用したシステムの開発から、運用。設計要件定義も当然やるんですけども、開発も運用もやります。で、そういったサービスを提供して、いる部署ということで、エンジニアもですね、実はたくさんアクセンチャーにはおりますので、それをですね、ちょっとぜひ知っていただきたいということで、このような場に出させていただいております。あとですね、AWS 様とは非常に密な関係を築かせていただいてまして、アクセンチュア AWS ビジネスグループということで、お互いですね、投資をし合ってですね、人ですとか、あとは、予算ですよね。予算というのを出し合ってですね、お客様の、ビジネスを成功させるためにですね、タッグを組んで、日々活動をさせていただいております。いつもお世話になっております。あとですね、アクセンチャークラウドダイアリーズという、会社のホームページにブログがありまして、昔からあったんですけれども、結構硬い内容が多かったんですね。コンサル色の強い内容が多かったんですが、最近はですね、私の仲間のですね、若いエンジニアの子が、インフラストラクチャーズコードのですね、ネタを書いてくれたりとか、割と砕けたネタも多くなっておりますので、ぜひアクセンチャークラウドダイアリーズで検索していただいて、ご覧いただければ幸いでございます。はい。はい。それではですね、Why Amazon EC2 ということで、なんで EC2 を選んだのかというところをですね、お話しさせていただきたいと思います。ですね、まず Amazon EC2、
今回ですね、初心者向けの、セッションということをさせていただいたので、説明を入れたんですけれども、まあ、もはやもう説明とか不要ですよね。もう、まあ、AWS といえば EC2 というぐらいですね。非常にまあメジャーなサービスかと思います。まあ、一応説明すると、まあ、AWS 上でですね、コンピュートリソースを必要な時に仮想サーバーとして起動して、自由料課金型で利用できるという、まあ、ざっくりとそういったサービスですと。で、これも今はですね、もう当たり前のように我々使っているんですけれども、私が初めて EC2 を利用したときは、一番古いキーペアの、ファイルの作成日付を見たら2009年だったので、2009年に初めて触ったみたいです。でも、その時も本当に衝撃を受けまして、その時は私、当時からのインフラエンジニアやってたんですけれども、当時はオンプレミスの、物理サーバーの上に OS を入れるか、仮想化ソフトウェアはもう普及してましたので、まあ、仮想化基盤を作ってですね、その上に OS を入れてというのを、まあ、そういったのを仕事でやってたんですけれども、自分のですね、ノートパソコンの上にも仮想化ソフトを入れて、OS をこういくつも立ち上げてですね、検証したりですとか、勉強したりしてたんですが、まあ、ものすごくですね、パソコンは重かったんですよね。で、ノートパソコンですので、まあ、パソコンを落とすとですね、仮想サーバーも落ちたりですとか、下手に落とすとですね、仮想イメージが壊れたりですとか、非常に不便だったんですが、その時にAmazon.com の会社が、AWS っていうサービスを始めたと聞きまして、で、触ってみたんですけども、これはすごいと思いまして、今では当たり前なんですけど、マネジメントコンソールのウェブの画面で、まあ、こう、コンソールでですね、こう、必要なパラメータを入力して、ローンチって押すと、自分だけの、Linux が立ち上がるっていう、もう、ものすごく感動したんですね。ちょっと、伝わらないと思うんですけど、若い皆さんは当たり前だと思ってると思うんで、伝わらないかと思うんですけど、まあ、すごい感動したんですね。で、まあ、そこから、AWS を勉強し始めたという形になります。でですね、なんと EC2 がですね、先月8月に15周年ということで、おめでとうございます。EC2 15周年。もうこれですね、お子さんだとするとですね、もう中3ですよね。中学3年生。もう15年って結構すごいと思うんですよね。すみません。データが始まったのが15年前らしいんですけれども、やっぱり15年間ですね、継続して使われてる技術っていうのもすごいですし、まあ、その間にですね、最初はもうおもちゃみたいな扱いだったのが、今ではですね、金融機関さんですとか、官公庁のお客さんも使われているようになっているということで、やっぱり改めてすごいなというふうに考えております。で、この EC2 がですね、リリースされてから15年間に起きたことをですね、ちょっと簡単に振り返ってみたいんですけれども、EC2 がリリースされてですね、15年の間に、まあ、いろんな技術が新しく出てきています。で、今回の DevDay でもですね、多くのセッションがあるんですけれども、サーバーレスですとか、コンテナといった概念で、それを実現するための技術とかもたくさん出てますよね。あとは、そのマネージド型でそれらを提供する AWS サービスも出ています。で、その中でもですね、2021年っていうふうに見ると、結構そのアプリケーション実行基盤をそれまで、EC2 で動かされてたのをですね、新しい、AWS サービスですね、Amazon Fargate でしたり、あと AWS Lambda といった、新しいサービスを使ってですね、コンテナ基盤に乗り換えられるお客様ですとか、あとはそのイベントドリブン型でサーバーレスで作り変えられるケースっていうのが、もうかなり一般的になってきてるかと思います。で、まあ、その流れをですね、ちょっと時系列で見てみたいと思います。こちらのスライドの見方なんですが、右上にですね、2006年から2021年までのですね、年表っぽく書いております。
で、このヤバネがですね、それぞれのサービスがローンチされてから今までの、まあ、長さを表しているんですけれども、まずですね、クラウドサービス種別ということで、スライドの左の紫のオブジェクトですね、iaaS のところ、これは有名な、まあ、EC2 ですよね。自分たちで OS 以上のところを、自由に使えるっていうサービス。これはですね、2006年にベータが出てから、まあ、今でも利用されています。で、その後ですね、プラットフォームアザサービス、PaaS ということで、2番目のサービスとしてはですね、AWS の場合は2011年に、イラスティックビーンストークが、リリースされたり、あとはちょっとまあ、PaaS かどうか微妙なところあると思うんですけど、OpsWorks ですね。AWS OpsWorks も、PaaS の一種に加えていいんじゃないかなというふうに考えております。で、こちらですね、PaaS で、EC2 をラップするような形で、使えるサービスということで、イラスティックビーンストークなんか、やっぱり、URL スワップとかすごい便利で、すごい使ったなという気はしております。で、その後ですね、クラウドのサービス種別としては、AWS さんこういう呼び方されてなかったと思うんですが、FaaS、Functional as a Service という分類にさせていただきました。AWS ラムダが2014年に出て、いわゆるサーバーレスコンピューティングという概念とですね、それを支える技術が世の中的に出てきたのと、あと、コンテナーズアサービスですね。これはまあコンテナの、オーケストレーションツールを、サービスとして提供するサービスということで、2015年に、まあ、Amazon ECS が出ましたと。で、まあ、この頃はですね、まだやっぱり EC2 がアプリ自己基盤の、まあ、メインだったんですよね、結局。ECS も最初はクラスターノード EC2 しかなかったですし。で、ずっと EC2 が使われてたんですけど、仕様が変わったのが、この赤字で書いてるところですね。Amazon Fargate が2017年にリリースされて、これが ECS で使えるようになりましたと。で、あと、Fargate はですね、その後も進化を続けて、2019年には EKS ですね、Elastic Kubernetes Service でも使えるようになりました。で、あと、ラムダの方もですね、どんどん機能追加、機能改善が進んで、まあ、代表的なものとしてですね、2020年の、ラムダのですね、Amazon RDS プロキシサポートとか挙げさせていただいたんですけど、この他にもですね、コンカレントプロビジョニングとか、まあ、いろんな、便利な機能が、あと、ユーザーさんの要望を受けて改善されて、その頃ぐらいから、EC2 を、で、今まで、アプリを実行してきたけど、移行したっていう事例をですね、よく聞くようになったなという、印象があります。という、EC2 を取り巻く流れでございましたと。で、じゃあ EC2 ってもう使ってないんですかっていうと、まだまだめちゃめちゃ使われていると思っています。で、まあ、EC2 をですね、今年時点で使う理由としては、まあ結構いろいろあると思っていて、まあ技術的に必要だからっていうのはまずありますよね。IaaS の特性である OS 以上のレイヤーをカスタマイズしたいです。で、あと、障害があった時も、PaaS とかですね、マネージドサービスだと、クラウドベンダーさんにお任せできるっていうのは利点なんですけど、逆に言うと、なんか障害があっても、中身で何が起こったか分かんないっていうのがあって、そこはその良し悪しなんですが、まあ、要件としてですね、ユーザーで OS 障害とかの中身もちゃんと見たいっていう、そういうケースもあると思います。で、あとは、極めてハイスペックのインスタンスタイプを利用したいっていうケースが、まあ、機械学習とかですね、あとは、HPC、ハイパフォーマンスコンピューティングであるでしょうし、あとはエンタープライズのユーザーさんだと、ソフトウェアのインストール要件として、コンテナじゃ動かないっていうのがあると思います。ERP パッケージだったり、あと RDS でサポートしてない、RDBMS を動かしたいとかですね。まあ、いろいろあると思います。で、あとは、ベアメタルインスタンスを利用してですね、オンプレのデータセンターを拡張したいとか、まあ、いろんな技術的な、EC2 じゃないとできないっていう要件をですね、今でもたくさん、
あります。で、あとはですね、コンプライアンスとか社内規定対応ということで、お客様の業界の規制とかですね、あとインストールされるソフトウェアのライセンス契約で、デディケイティッドホスト、EC2 にありますけども、デディケイティッドホストって言って、AWS のデータセンターの中で、ハードウェアをと、あの、ハードウェアを占有して、かつ、このハードウェアのこの部品って特定できないとダメっていうケースがあるので、まあそういった場合は、EC2 を使うしかないですよね。で、あとは、社内規定でですね、やっぱり、まあこれもエンタープライズだと思うんですけど、社内のクラウド利用ガイドライン、使われるケースが、作られるケース多いと思うんですけど、まあそこでですね、許可されてない。EC2 ぐらいしか許可されてない。EC2 と RDS とクラウドウォッチぐらいしか許可されてないっていうケースもあるかと思います。まあ、逆も聞いたことありますけどね。EC2 は使わないっていう、極力マネージドでやるっていうのも聞いたことあるんですが、まあそういったケースもあると思います。で、最後は、ちょっとあんまり、前向きな理由ではないんですけれども、新しいアプリケーションですね、を作る場合は、まあコンテナとかですね、サーバレスアーキテクチャで、イベントドリブンで作ってるんだけど、5年前に開発したアプリケーションは、EC2 で動いたままで、まあ、本当は、コンテナ化とかした方がいいんだけど、まあ予算とかですね、社内の優先度の関係で、まあ、塩漬けにしてますっていうケースもあるでしょうし、あとはEC2 のシステムがいっぱいあって、オンプレから移行したんだけど、まあ運用保守手一杯ですと。で、そんなもう新しいトレンドとか、移行の検討とかもしてる暇がないですということで、本当はですね、やめたいんだけど、アーキテクチャ刷新踏み込めないっていうケースも、まあ、いろんなケースがあるかと思いますけれども、やっぱりですね、EC2 っていうのは、まあ、今でもかなりの、ちょっとどれぐらいの量かっていうのはわからないんですけども、かなりのユーザー様が使われているサービスかと思います。で、このスライドなんですけれども、ちょっと若干ですね、家電量販店さんの 買い物袋感が出たなと自分でも思ったんですけど、このスライドですね、ちょっと最初このスライドタイトル、EC2 の辛みとかですね、EC2 の辛さっていうタイトルにしてたんですけど、EC2 をディスるのが目的じゃないんで、やめました。EC2 の運用保守で負担になりがち作業例としてですね、まあ OS のパッチ適用だったり、まあこれ EC2 だけじゃないですけど、こうタグが揃わないとかですね。あとまあ監視が大変ですとか、セキュリティ設定大変ですとか、まあ、やっぱりいろいろあるんですけど、これ別に EC2 が悪いんじゃなくって、イヤースってその OS 以上のレイヤーの設計構築を自由にできるっていうのがやっぱりイヤースのいいところなので、そのトレードオフとしてですね、運用しないといけない範囲がまあ相対的に広いっていうのは、責任共有モデル的には正しいので、まあ、こういったペインポイントですね、こういうのにぜひ技術で対応していきたいなっていう部分があります。で、EC2 を諦めないということで、今回その EC2 をテーマに選びました。EC2 は割と最近出たですね、クラウド9みたいに、ソフトウェア開発に携われる方がですね、自由度の高いアプリ実行環境をやっぱ気軽に手に入れられるっていうのはやっぱりいいところだと思います。で、AWS の利用者の方って、今でもやっぱりどんどん増えてると思うんですね。AWS って本当すごいなと思うのは、AWS の初学者さん向けの技術書が毎年出るんですよね。なんかもうこれってなんか、すごいなと思って、プログラミング言語ぐらいしか、そんなないんじゃないかっていうぐらい、AWS にですね、入門される方、たくさんいらっしゃいます。で、その方は結構やっぱり EC2 が入られるケースっていうのは多いかなと思います。で、EC2 の始め方ですね、EC2 を起動して、で、ロードバランサー設定して、VPC 作ってロードバランス設定してみたいな情報はたくさんあるんですけど、じゃあその後に、EC2 とかの管理とか運用を楽にする方法っていうのは、情報あるんですけど、AWS さんの資料だと、
サービスカットで分かれてるんで、結構バラバラだったりとか、あとネットの情報も古かったりとかあるので、まあ今回ですね、アプリケーションの開発者の皆さんですとか、インフラエンジニアの方がですね、本来、EC2 を使って価値を生み出す作業に集中できるような Tips をですね、簡単に共有させていただければというふうに思って、資料を作ってきました。はい。前置きがめちゃくちゃ長くなったんで、書き出していきますね。はい。5つの Tips ということで、この構築を支援するやり方は他にもたくさんあるんですけど、今日はなるべく、割と簡単にできる、設定ベースで、できるようなものを中心に、ご紹介したいと思います。まず、一応はですね、システムマネージャー活用しようということで、このアイコンのやつですね。まあ、EC2 をもう日々運用されている方でしたら、もう当然のように使われているかと思うんですけれども、まあ、この AWS リソースのですね、情報収集、表示、操作、アプリケーション仕様との運用管理を支援するということで、まさにですね、EC2 の運用を楽にするためのサービスですと。で、使い方としては、基本的な考え方は、EC2 にエージェントを入れて、で、IAM の権限を振って、で、システムズマネージャーの API にアクセスするっていうことで使えるんですけど、システムズマネージャーのちょっと、とっつきにくいところはですね、非常に機能が多いんですよね。で、しかもどんどん増えるんですよね、これが。で、ここで1ページなんですけど、これ2ページ目もあってですね、ちょっとこう足踏みすると言いますか、とっつきにくいなという、一ユーザーとして思います。で、なんですけど、すごい便利な機能たくさんあるので、全部利用する、あと全部理解する必要はないので、特定の機能を利用するだけでも非常に役に立ちますので、ぜひご活用いただければと思っております。で、このセッションではですね、この赤枠で囲った、部分的な機能を使った、Tips をですね、ご紹介したいと思います。で、例えば、まずセッションマネージャーですよね。まあ、セッションマネージャーはなんかもう、いや、そんなもん普通に使っとるわいって方が多いかと思います。で、そもそもシステムズマネージャーを使ってるって意識せずに使われてる方も多いんじゃないかと思います。セッションマネージャーは、まあ、これシステムズマネージャーの機能なんですが、これを利用することでですね、何が嬉しいかというと、AWS のマネジメントコンソールから、EC2 にですね、SSH アクセスができますと。なので、マネジメントコンソールの上にですね、プロンプトが出て、で、まあ、コマンド実行結果が表示され、ダーッと表示されるっていうことで、SSH のクライアントですね、クライアントで、いちいちその EC2 の方にですね、ログインする必要がない。で、EC2 の方にですね、その SSH のポートすら開ける必要がないというメリットがあります。で、あとですね、ポート転送セッションっていうのも使えますので、SCP でですね、ファイルを送ったりもできますし、Windows サーバーのリモートデスクトップ接続っていうのも可能になります。なんで、結構ですね、私もそうだったし、今もそうしてるところがあるんですけど、EC2 に SSH アクセスするために、踏み台サーバーをですね、EC2 とかで立てて、で、あとその踏み台サーバーにアクセスするためには、暗号化した経路を作らないといけないということで、VPN の環境を作ったりとか、AWS クライアント VPN 使って作ったりとかっていうケースが、まあ、あったんですけれども、まあ、このセッションマネージャーを使うことでですね、それをなくすことができる可能性がありますということで、使わなくていい、使わなくていい EC2 っていうのは減らせる可能性があります。で、まあ、ただですね、これ、すげえ便利なんですけど、やっぱり、便利な分だけ、セキュリティリスクも上がりますので、事前にですね、リスク分析とか対策検討は、必ず行うようにしていただければと思います。IAM ポリシーで、IAM ユーザーとかですね、対象サーバー絞るとか、あともセッションマネージャー系のアクセスログとか操作履歴は必ず保存するとかですね、そういうの合わせて、やっていただければと思います。で、次、あとシステムズマネージャーの機能でですね、パッチマネージャーという、機能が用意されています。で、パッチマネージャーはですね、この SSM エージェントがインストールされたサーバーに、
OS パッチを適用してくれるっていう、機能ですね。で、やっぱりこの EC2 にですね、パッチを適用するっていう作業がやっぱり結構その EC2 を使う上で、まあ、辛いポイントなんですけれども、それをまあ支援するためにですね、パッチマネージャーだけじゃなくてですね、ここにそのメンテナンスウィンドウだったり、ランコマンドだったり、ドキュメントっていうそのシステムズマネージャーの、機能が用意されてるんですけども、それらを使ってですね、定義をすることで、自分たちが定めた基準、どのサーバーにどのパッチをですね、いつ当てるのかっていうのを、定義することが可能になります。で、まあ、非常に、シンプルな要件ですね。例えば、緊急度クリティカルのパッチだったら、もう、リリースされてが3日経ったら、もう、このタグが振られてるサーバーだったら、もう全部当てていいみたいな、シンプルな要件だったら、もう速攻設定だけでできます。で、まあ、ただ、現実の運用だと、まあ、そんな簡単なことできないと思うので、まあ、実際はですね、開発環境とか、ステージングでパッチを適用して、OS とかアプリの動作の影響確認はすると思います。では、パッチマネージャーにはですね、パッチベースラインで、パッチの除外指定ですとか、あと特定の CVE 番号のパッチを単体で、適用するとかですね、そういった定義もできますので、それを活用してですね、パッチ適用にかかる負荷をですね、ぜひ減らしていただきたいなというふうに考えております。という感じで説明していきます。はい。で、チップス2はもう、これはもう、まあみんなもう知ってますよね。クラウドウォッチの話です。で、監視とかですね、メトリクスやログを取るサービスなんですけれども、皆さんご存知の通りですね、クラウドウォッチのデフォルトメトリクスだと EC2 のメモリ使用率やディスクスペースは取れませんので、クラウドウォッチエージェントをですね、ぜひインストールしていただきたいと。で、インストールするだけじゃなくてですね、クラウドウォッチログスのに、OS のですね、ログとかを送るような設定をしておいて、サーバーのですね、ローカルに、まあ、SSH をこうログ確認のためにするっていう機会を減らすっていうのは、まあ、非常に、大事かなと思っております。まあ、フルエント D とか利用するのも、全然 OK だと思います。で、ちょっとなんか、もう EC2 の話からだいぶ離れてくるんですけど、やっぱり監視 SaaS ですね。まあ、紫の犬の監視 SaaS ベンダーさんですとか、あと今月ですね、技術書が出版された監視 SaaS さんありますけれども、やっぱりクラウドウォッチだと、収集したデータの保存期間っていうのがやっぱり問題になってきます。ので、まあ、EC2 でですね、ザビックスとかで監視サーバーを立ててもいいんですけど、まあ、やっぱり減らせるものはやっぱ減らしたいですよねっていうことで、まあ、EC2 以外のですね、監視も含めて、やっぱり監視 SaaS の導入っていうのは検討した方がいいですよねっていう、まあ、確認の意味も込めて書いております。で、やっぱり使ってみるとわかるんですけど、まあ、ログとかですね、メトリックスの収集はすごく簡単ですし、ダッシュボードのテンプレートがすごく多くて、ビジュアライズも簡単で、一元的に見れたりとか、アラートとの連携も簡単だったりするので、まあ、ぜひ、無料枠もあるので、まあ、検討していただければな、というふうに思います。で、何をこう監視するかとかですね、そういったところは、オライリーの入門監視ですね。これはもうめちゃくちゃいい本なんで、まだ読まれてないという方は、ぜひ、一章だけでもいいですから、読んでください。で、Tip 3としてはですね、タグとかですね、設定チェックみたいなやつも、やっぱ手でやるとか、やっぱりしんどいですよね。で、くしくもですね、今日アジェンダを見たら、今日の I の1で AIX の鈴木さんが、タグの話をされてて、おおと思ったんですけど、AWS コンフィグっていう、まあ、サービスがあって、で、AWS のリソースの設定とかですね、設定内容とか、履歴をまあ保持してくれるサービスですと。で、このあたりはですね、クラウドトレールとか、ガードデューティーとか、っていう、まあ、セキュリティハブとかですね、そういう、こう、
ああいうこう、セキュリティサービスとか、ガバナンス系のサービスと一緒に AWS アカウントを作ったら、有効化されるケースっていうのが多いかなというふうに思っています。で、有効化するだけでも意味あるんですけど、AWS コンフィグのマネージドルールっていうのもぜひ活用するとですね、すごく楽になります。例えば、マネージドル、え、あの、コンフィグマネージドルールはあらかじめもう AWS コンフィグの機能としても提供されてますので、リクワイドタグスルールを使って、このタグが EC2 に振られてるかどうかをチェックする。会社のルール通り振られてるかチェックするっていうのは、こんなもん、手でチェックとかですね、シェルでチェックとかきついので、こういうのは AWS コンフィグを使っていきたいですよねっていうのと、あと今回その Jeeps でシステムズマネージャーを使う Jeeps を紹介したんですけど、前提として、やっぱりシステムズマネージャー入ってることっていうのがあるので、そこもタグでチェックしたい。で、あとセキュリティのチェックですね。これルールは、リストリクテッド SSH 上げてますけど、これだけじゃないので、他のセキュリティ系のチェックもですね、一緒に有効化していただければと思います。はい。で、次、バックアップですね。バックアップ、なんで書いたかっていうとですね、僕昔シェルとかですね、ラムダで書いてたんですよね。EC2 のスナップショットしとくとか、AMI。今は、AWS バックアップというマネージャーサービスがあります。で、ここでですね、バックアップの管理の取得ですとか、あとその保持期間の管理とか、一元的にやってくれますので、で、これをですね、さっきのタグの話と関連するんですが、まあ、タグとかの値をベースにですね、保持期間とか、どの、EC2 のバックアップを取るかみたいなところもですね、合わせて、まあ、かなり、取得を自動化できるんじゃないかなと思います。で、同じようなサービスでですね、Amazon データライフサイクルマネージャーっていうのも、あります。で、今も現役なんですけど、これ最初に、EBS スナップショットの自動取得、管理サービスとして先行リリースされて、今では AMI も取れるようになってるんですけど、基本的に今では、機能的な差異はなくなってきているので、今はまあ、AWS バックアップで、まとめて取るのがいいのかなというふうに、考えております。で、最後、Jeeps Go はですね、やっぱり OS 以上のレイヤーですね。そこもやっぱりコードで管理しましょうということで、クラウドフォーメーションとかテラフォームでですね、インフラ構成の管理の、コード化ですね。環境構築自動化とか、構成変更の差分チェックとかされてると思うんですけど、OS 以上のレイヤーもですね、やっぱりコードで管理したいですよねっていう話です。で、EC2 の場合って、AMI がいりますよね。起動するときに。で、AMI の上ですね。OS 以上のどこまでを、AMI の中に含めるかって、OS、EC2 のその起動の速度とかにも関わる問題なんで、ここはいろいろ要件が違うかと思います。で、EC2 をですね、作るときのベースとして、共通の設定が入ったものをゴールデンイメージって呼びますよねっていうおさらいです。で、このゴールデンイメージ作るためにですね、気がついたら Amazon EC2 イメージビルダーというのがですね、2019年にリリースされてまして、EC2 のですね、AMI とか、今ではコンテナのイメージの、構築とか、あと、パイプライン管理ですね。テストも含めたパイプライン管理も自動化してくれるようになってます。で、このイメージビルダーで、その AMI の中身ですよね。OS 以上の中身を作るのって、YAML 形式の、YAML っていうか、YAML を拡張した DSL。まあ、シェルなんですけど、シェルでできてます。なので、そこもですね、バージョン管理することができると。で、あとですね、もうアンシブルを使ってるわいっていう方は、このイメージビルダーの中でですね、アンシブルのプレイブックを呼び出せるので、既存でですね、もうすでにアンシブル使ってるっていう方も、イメージビルダーの方にですね、乗り換えることもできるかと思います。で、いや、もうパッカーとかアンシブル使ってるんですけどっていう方いらっしゃると思うんですけど、もう全、あの、そこは全然ありだと思います。まあ、
トとかですね、AMI 作った後のテストとかパイプライン化のところは、あるんですけど、まあ、そこは自分たちでですね、コードパイプラインとか使って利用できますし、ちょっと一利用者としては、イメージビルダーよりもファッカーの方がなんかこう、使いやすいなっていう感じはありますので、皆さんぜひ使ってみてください。あと、ファッカーはテラフォームと一緒で、マルチクラウド環境で利用できる、スキルを利用できるっていうメリットがあるなと思ってます。なんで、その AWS でも、コード自体を流用することはできないんですが、エンジニアが慣れてるとか、すでにスキルを持ってるっていうケースがあるので、AWS も使うし、GCP、Azure も使ってるっていうケースだとですね、パッカーの方がいいケースもあるかと思うので、そこは組織の状況とかですね、使われる方のスキルセットも考慮して使っていただければと思います。はい。という感じでですね、なるべく設定ベースで、割とすぐにでも始められるようなチップスを中心にご紹介しました。で、まとめなんですけども、やっぱり2021年時点でもですね、EC2 を利用するユースケースはたくさんありますし、今でも使ってるよっていう方、たくさんいらっしゃるかと思います。で、EC2 を単体で使うと、やっぱりビッグカメラのビッグカメラです。ペインポイント、辛いポイントが多いのはやっぱ事実なんですけど、それをサポートするためのですね、サービスもやっぱりどん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 出てきてますので、そういったサービスをやっぱり積極的に活用すべきかなというふうに考えています。で、AWS の方に任せられるタスクは AWS に任して、EC2 はやっぱり手段でしかないので、EC2 でしかできない作業でですね、価値を生み出す作業っていうのに注力していただければというふうに、私も頑張りたいというふうに思っております。はい。でですね、なんとタイムリーなことにですね、10月14日に AWS さんが EC2 最新情報のセミナーをやってくれるそうです。なので皆さん、Amazon EC2 大活用、Amazon EC2 大活用って検索しましょう。僕も参加したいと思います。で、あとこのスライドですね、AVG のソリューションアーキテクトの皆さんとかですね、あと僕が所属しているクラウド COE の新メンバーの皆さんにすごく助けていただきました。ありがとうございました。で、アクセンチュアはですね、お客様の新しいサービスとかビジネスに技術力で貢献できるですね、デベロッパーの方とか、クラウドエンジニア、インフラエンジニアの方大募集してますので、ご興味ある方、ぜひこの QR コードから申し込みよろしくお願いします。はい。それでは駆け足になりましたが、私からの発表は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。